バン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 。おいで、おいで、おいで、おいで。つらかった。はい、というわけで、はい、今回は、はい、寮の持ち込み企画。な、なになになに、はい、しょうちゃんを、はい、落とし入れたいと思います。え、しょうちゃんを落とし入れたいと思います。何するの、何するの。抜き打ちカメラロールチェック。はい、携帯見して。もうもういや、気になってるでしょ皆さん。皆さん気になってる？本当に？翔太がね、普段どんな写真を撮っているのか、うん、どんな画像を保存しているのか、はい、気になりますよね。俺も気になっている。全然ないけどね。いや、なくはないでしょ。全然ないよ。だって、インフルエンサーさん。やめてよ。そんな、やめようよ、そういうの。なんか、惨めになる。いや、そんなことないんだけどさ。いや、ほらさ、はい、いつも、インスタだったりとかさ、ツイッターとかさ、はい、いろいろ、まあ、TikTok だったり、うん、あの、投稿してるじゃん。はい。ね、だから、うん、いろいろね、画像を撮ってるんじゃないかと。はい。あと、携帯がね、まあ、うん、いつ変えたかによって、うん、もうそれ以上昔はないかもしれないけど、はいはいはい、ちょっとね、どんな画像が残ってるのかとかもね、ちょっと気になるから、いいよ、今回ね、抜き打ちで。変なもんないかな。いや、変なものは、うん、晒します。いくか終了。まあ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 。というわけで、はい。携帯持ってきてください。これじゃないでしょ。え、何が？これは、翔、うん、ちゃんの携帯じゃないじゃん。これ使ってるよ、普段僕。いや、普段使ってるかもしれないけど、うん、これじゃないじゃん。こっちじゃない方？そう。なんだ？普段使いの方。こっちかなって。これなんか、YouTube 見たりとかさ、そういうようなやつじゃん。はい、持ってきなさい。本当に嫌だかも。嫌だかも。本当に嫌だかも。いいよ。謎の日本語。本当に嫌だかもしれない。嫌かもね。いいよ、じゃあ。うん。写真ってどこに入れてたっけ？え？わかんないんだよね、俺。あんまいじったことないからさ。嘘つけよ、うん。あ、これじゃん。あ、それか。普通に写真。あ、これか。普通に写真が書いてあるんだけど。これか。めっちゃごまかしそうとしてんじゃん。いいよ。何？どう見たり？じゃあちょっとね、面白い画像がないか、うん、チェックしていきたいと思います。18年からある。意外とあるじゃん。ってことは、俺らが YouTube 始めた時からぐらいかな？うん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 。が全部あるってことでしょ？そうだね。待って待って待って。いいよ。一番下が最新ってことね。そうだよ。ちょっとね、面白いのがあったら、うん。紹介していきたいと思います。はい。いや、ないと思うんだよな。ないと思うんだよな、俺。普段ネクラだし、つまんないし、友達いないし。知ってる。あ、最近のやつはあれだね、ちょっと前に動画出したさ、うん、スクショ大喜利の、うん、あ、そうだね、画像が、うんうんうん、いや、まあ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 いいよ、いいよ、うんうんうん、これ見せていい？いいよ、うん、これね、これね、これ出てるかな、これインスタとかで出してるかな、うん、投稿したやつだよね、うん、あのさ、俺思うの、自撮りの写真はさ、うん、家でさ、一人でさ、うん、撮ってるわけじゃん、はい、どういう気持ちで撮ってるのこれ、どういう気持ち、うん、どういう気持ち、うん、あ、俺かっこいいとか、あ、俺かわいいと思いながら撮ってるの。思わない思わない思わない、いやもうね、嫌なんだってば。ちなみにさ、嫌なんだよ、そういうこと。ちなみにこれはあの何ショット目なの？わかんないな、覚えてないや。何回くらい撮って覚えてない、覚えてないけど、うん、一回でバシャッはない、絶対。そうね、何回も撮ってる。難しいよね、うん、自撮りって。自撮り難しいね。だから撮れない日もあんのよ。なんかもう本当になんか顔ができ作れない日っていうか、もう今日ダメな日っていう時はもう撮らない。あ、コンディション悪いなとかね、うん、そういうのはあるかもしれないけど、なんか自撮りでさ、やっぱりさ、すんごいなんかうまく撮れる人はすごいと思うね。そうだよね、うん、本当にすごいと思う。あと何回撮ってんだと思う。そうそうそう、うん、そうね、面白いのあるかな。
やっぱあれね、編集してるからさ、うん、そういう関係のなんか、そうだね、画像とか動画とかも ね、多いよね。普段編集とかするときって、うん、パソコンと、うん、その携帯とかと一緒にやってるから、うんうん、どうしてもね、そういうのが多くなる。なるね、あ、ちなみにこれ、これはどういう気持ちですか？映していい？いいよ。え、だから、これもう、このドアップは、いや、これもね、これもなんか、漏れなかったの。はい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 。漏れないんだけど、うん、まあでも写真撮んなきゃなー、インスタ載せたいなーって思った時に、ここだけ載せとけばさ、うんうん、まあ、かっこよく見えるかも。でもあれでしょ、これ、うん、ちょっと残念ながら、うん、あの失敗作でしょ。そう。寝てよ。だって消してないでさ、残ってるからさ、うん、あれ、ここら辺俺が撮ったやつなのかな。そうだね。はい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 、はい。ダニエル。ダニエル、ハリーポッター。ラドクリフ。はい。これは？これは、うん、これも動画の、うん、あの、防具。はいはいはい。そう。動画を作ろうと思って、うん、あ、これかっこいいなって思って写真パシャって撮っといた。確かに。で、これを参考にした感じ。あ、なるほどね。うん、動画の参考用にね。そう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 。あ、そういう画像もあるんだ。そうだね。真面目だね。やめてよ、真面目じゃないんだよ。もう、ふざけながらやってんだよ。真面目じゃないんだよ。やめてよ、真面目とか言わないで。ひょにょ。発見したよ、俺。何？浮気画像。何？どれ？誰よ、これ。これは、俺が好きな毒物子。かっこいいなって思う人は、撮っちゃう。うん、ああ。これなんなのスクショスクショ。何のスクショあ、なんか、TikTok ライブとか。ああ、そうなんだね。そう、縦画面だから。TikTok ライブとか見てるんだ。なんか、気になる人がやってたら。見ちゃう。まあ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 ね。うん、イケメンがね、うん。あの、TikTok でよく見るイケメンがね。ライブしてるもん。そうそうそう。でもな、言うてこの、ここちょっと微妙だ。何でもよかったの。これちょっと微妙だ。そうだね。ね、あれだけど、ちょっとやきもち焼くわ。なんか知らない人のさ、なんかちょっと画像出てきたらちょっとやきもち焼くわ、うんうん。あとなんかないかな。ああ、はい。ああ、はいはいはい。もうまた、はい、出たイケメンでした。イケメンが。はい、浮気確定。なんでだよ。そう、これもね、これもちょっとさ、わかんないな。映していいかわかんないから、なんか見えないんだけど。この子もね、翔ちゃんが、あの、いつもかっこいいって言ってる子だよね。かっこいいな、とかさ、思うんだけど、うん、なりたいっていうのが強いのね。あ、憧れてるんだ。憧れてる、そうだね。こういう風になりたいとか。なるほどね。そういう風に思っちゃって、僕。はい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 。好きっていうよりかは、その人になりたいっていうのが強いかも。うん。なんかさ、ああ、同じだね。多いんだけど、そのさっき言ったさ、イケメンがね。イケメンのさ、うん、しかもなんか、かわいいでしょ。ライブのスクショだよね。うん。なんでライブのスクショを撮ってるか。え、言っていいのかな？なんかさ、TikTok のさ、アカウントがさ、うん、2つぐらいあってさ、うんうん、一応見るようであるの。あ、自分がね。自分が見るようで。うんうんうん。で、それでさ、その、アイドルの子にさ、うん、まあ、TikTok ライブでさ、スクショタイムくださいって、あの、コメントすんの、俺。少量チャンネルの、あの、TikTok のやつもあるのね。全然あるんだけど、ちょっとそれは恥ずかしいから。2人でアップしてるやつではないアカウントで、ね。アカウントで、うんうんうん、そう、スクショタイムくださいって言って、そしたらしてくれた。へぇー。っていうか何やったの？いや、だから俺も好き、応援してる人で。いや、それで俺は気持ち分かったの。あの、自分がさ、ライブとかして、あ、スクショタイムくださいっていう気持ちが分かった。うんうんうん、ライブするときにね、うん、コメントであるもんね。そうそうそう。いや、なんか、ね、そう。そしたらもう、心よくね、するする。撮ってくださいって、ぜひ撮ってくださいってね、うん、言えるよね。そう。うん、はい、うん。ちょっとね、そんなことしてるんだと思って。いいよ、俺のスクショタイム。いや、いいよ、いいよ、やめて。わかった、わかった。終了。まあ、でも、そんなもんかな。そうね。真面目だね。やめてよ、真面目じゃないの。真面目じゃない。仕事関係か、自撮りか。ライブのスクショって。そう、そうだね。そうだね。そんな感じ。あ、出た。あ、出た。ほんと。どんだけ好きなの、このアイドル。それはさ、多分さ、うん、僕じゃないんだよな。あ、でも、うん、僕じゃないけど、うん、誰かがスクショくださいって言った時に僕も合わせて、必死に撮った。何やってんの？もういいんじゃない？長いよ。
え、だってさ、まだ今年のやつね、2018年までだから。どんだけ撮るの、これ。りょうのやつは？りょうちゃんのは？いや、でも、今回は、俺の持ち込み企画だから、俺の、やばくない？俺のだけでさ、カメラロールをもう見せますよ。なんでだよ。俺のだけなの。いや、だってほら、世の、翔太ファンが、見たいっていう心の声が俺聞こえたから、これ、今回用意したから。でも、だって別に特にないよ。俺の、ね、俺のカメラロールなんてもうみんな誰だ、誰いや、今日の方が気になるよ。誰も興味ないよ。どうすんのよ。何が？いやらしいのが出てきたら。え？昔のやつとか入ってる？昔のやつ？あ、前の人の人とかさ、ある、ありそうかな。さあ、どうかな。見てみようよ。いや。見てみよう。いやいや、ダメよ。なんでだよ、なんでよ。見てみよう。ダメよ。多分残ってんもん、昔の。いいよ。前の。別に僕、別に全然いいよ。前の彼氏の写真は残ってる。え、でも、絶対見せれないよ。あ、見せなくていいよ。え、もう、いいよ、俺のは。多分ね、俺のこそね、本当につまらないと思う。これなんで撮ったんだっけ？え、それなんだっけな？仕事のやつ。仕事で、これ。そう。はい。ラジオ番組に呼ばれるってことになって、仕事関係でね。いつ？出るの？あ、もう出たの。あ、出たの？そうそう。知らなかった。だってもう仕事のやつだからさ、少量関係ないから、はいはいはい。別にね。すごいね、なんかさ、テレビとかさ、出てさ、ラジオとか出てさ、何その、その会社の何なの？すごい、すごいね。メディア担当じゃん。全然、たまたま。すごいね。ほんとに。でも全然面白くないでしょ、俺の。そうね。なんかほんと、なんか仕事関係のね、やつとかがほとんどになってる、今。そうだ。なんかプライベートでもさ、なんかご飯食べに行って写真撮ったりもしないし、うん。どっか行って撮ったりもしないじゃん。しないね。これは、京都で撮ったね。あ、そう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 、それはね。京都駅で。京都駅。これは、ここでしか出してないな。うん。そうかも。だいぶ前の動画でさ、うん、京都に行きましたみたいな、ね。そうだね。その時だね。動画で。うん、結局、まあコロナも渦中だし、うん、観光もできないけど、うん、写真ぐらいは。そうそう、駅でね。そうだね。前にあったなんか、ところで写真だけ撮って、うん、あとね、ほぼホテルと、うん、仕事場みたいな感じだったもんね。うんうんうん。あ、それも出してないね。これも見る？いい？いいよ。そう。深大寺に行った時のやつね。ああ、そうだね。そう。なんか俺顔丸くね？いや、そういう顔してるからじゃない。顔丸いな。言うたら俺も超まんまだ。丸いね。俺の写真しかないじゃん。翔ちゃんが大好きだから。マジで翔ちゃんみたいになんかイケメンの写真スクショしたりとかしないの？すればいいのに。すればいいなんて。だから翔ちゃんでいい俺は。ありがとうございます。何その過去形。ありがとうございました。本当になんもない。うん。つまんないよね。まあ、こういうもんよ。多分。うん、アラフォーって。そうなんか？知らんけど。そうね。うん。特に。本当につまんないでしょ。ないかな。うん。もっとじゃあ遡っか。え、細い時見せちゃう？量の。細い時？ 2014年。そんな昔？これちょっと。全然違う。見せる？いいよ。これ初めてですね。もう絶対コメントで書かれるよ。なんかもう、痩せて。はい。いきますよ。せーの。これ、いくつの時？でも言うて、7年前 ?32 とか。へぇー。んそうだね。今の方が僕はいいかな。あ、ほんと？うん。嬉しい。はい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 。うん。くらいですかね。いや、何もないっしょ、ほんとに。うん。あー。へぇー。あー。いや、残ってたね。ねえ。俺全部消したと思ったんだけど。あ、こんな顔してたんだ。いや、いいよ。よく見たことなかったからさ。まあ、それいいよ、もうそんな。まあまあ、いいかも。はい。元彼のね。
消そう。まあでも消し忘れちゃうよね。そうね。うん。よっぽど恨みとかなきゃ消さなくなる。うんうんうん。でもさ、翔太の場合、もともとなんか、そんな消さなくてもいいよとか言ってくれてたじゃん。うん。だから、まあ別に消してはなかったんだけど、もともとね、うん。でもまあ、まあ自分の中で、けじめでもないな、なんか、まあいいや、みたいな。うん。もう、関わることもないしな、と思って、うんうんうん、消したつもりだったけど、うん、ちょっと一個だけど。まあ。いいよいいよいいよ。ひょにょ。はい、はい、というわけで、はい、今回は、うん、抜き打ちカメラロールチェックをやってきたんですけども、はい、まあ、しょうちゃんがアイドル好きだと、うん、イケメン好きだということが分かったね。そうですね。うん、はい。でも、でもまあね、うん、それ以外なんもないよな。お互いに。なんか、もっと、しょうちゃんなんか、いやらしい画像とかあると思ったら、うん、全然なかったね。そうだね。うん。これぐらいじゃないよ、いやらしいやつ。あれ、ちょっと待って、今あったんだけど。結構、その、うん、とか言われると思うんだけど、うん、なんか、変なツイートとかさ、うんうんうん、闇ツイートとか言うの、うん、そういう人とかのツイートとか、うん、どうこれ多分後で消すだろうなとか言う人のやつを取っとく、うん、俺は握っとく。ちょうど見たの。握っててどうすんのよ、後でどうすんのよ。いや、そう、どうもしないの。どうもしないけど、あ、ここで言ってたなみたいな、うんうんうん、いや、怖いよ。だからもうつぶやいたらすぐ分かるね、マジ。誰に言ってんの。いや、わかんないけど。いや、本当に僕が見てる人たちはわかりますよ。まあ、誰見てるかわかんない。はい、ね、うん、はい。いやー、翔ちゃん真面目だな。ね、やめ、真面目とか言わないでよ。あー、やめなさいよ。いや、見えたかな。